侵入になったとともにね、先頭を切って飛び出した。あの心臓までもうほぼ浮かげて、骨上がっていく。それでグローブを2つも取ったから両方はめて、有刺鉄線ですから。もう死のうっていうのがもう大半だったからね。矢倉を目がけて、無理を指さすんです。ここを置いて。自分ではなかなか死ねないけど、これで死ねるんだということで僕はもう賛成だ。どうせ長いことはないわ、シャリの命はもう日本には兵帰れんし。もう捕虜になったら死ねっていうのを軍隊ではもう叩き込まれとったから。でそれが捕虜になったとなるとね、家族のものはね、村八分になってるわけですよね。私は命が欲しいんですって見えないもん。生きられれば生きたいんだよな。今河浦で眠っておられるさんたちと一言話がしたいなと思ってね。生き残ったためにもうすまんような気持ちっていうのかね。恥から逃れるためには死ぬしかない。自分は死んでもいいと思っている人と、本当は生きていたいと思っている人と、自分もそこに身を置かれたらどうだろうと。